のないマーケティングラジオプロデューサーのマジです。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております、マークです。よろしくお願い,いします。いますはい、じゃあ、マークさん、月曜日やってきました、月曜日。はい今週も頑張っていきましょう。特に今週ね、何もないんですよね。12月入ったばっかりってことでね。確かにな。淡々と仕事こなす1週間ですね。うん、そうそうそう,そう,そう。忘、ね、年会って言ってもまだ早いし、まあ、12月の締めみたいな感じの、ね。忘年会って言ってもさ、<laughs> 結構入ってるいや、そんなないかな全然なんだよね。ちょこちょこあるんやけど、全然読みほんまに全然。片指で数えられるぐらいしかないわ。ちゃんとしたモーデンっつったら。ほら、みんな、マークさんが待ってるよ。行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、本日は終わった。あ、そうそう、まずはね、えっと、コメントいただいたんで、ありがとうございますというお話なんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、 ラオックさんのアジア食品の、<laughs> ア,ジアジア食品館の話をしたときにね、話なんですけども、あの俺があの、里脇ビジュースってあの謎の,あの中国のジュースの話をしてたんですけど、それのコメント、ね、ありがとうございます。うん、ます日本の里脇ビジュース、雰囲気伝わります。笑みたいな。<laughs> ありがとうございます。こうやってね、コメントいただけるっていうのはほんまにありがたいことです。うん,うん、うん。どんな内容であってもね。 聞いてますよっていう一言でも実は嬉しいっていう、ね、そうそう,そうであとねなかなかね500人いかないのよね本当に役に立たないラジオ本当に役に立たないのよな <laughs> フォロワーが外されるね <laughs> でもさちょいちょい増えてないちょいちょい増えてるのよ聞いてくださってる方がほんと1日1歩で3歩行って2歩下がってるくらいの感じでね、うん、増えていってるんで週にね5人ずつとか増えてるから 前置きがないからね、はい、みんな離脱ーーしてるんで、行きましょうそうか、確かにそうはい今日のニュースいきましょう。はい、月曜日のニュースでございますけれども、えー、クックパッドのお話、ございます、うん、あ、TikTok の話です。うですえー、3つね、ねニュース持ってきてるんですけど、TikTok がいろんなとことなんか連携してますよっていうニュースです。まず1本目、クックパッドが TikTok と連携、レシピページへのリンク設定で献立の悩みを解決ということで、 まあ、あの料理の、ねね、レシピサイトのにクックパッドさんが TikTok と連携しましたということで、ねうん、サービス連携したという話でございます。どういうサービスかねこれはですね、メニューを作ってる、それとも YouTube でよくあるなんかこう献立を作っていってるときにこの献立はみたいな感じで出てくるのか、うんでね、TikTok の動画にレシピサービスのクックパッドのレシピ情報を連携できる機能で。 これね、あのー、ちょっとまあ、興味があったら、ぜひ、ニュースのリンクを見てほしいんですけど、TikTok の動画があって、そのところに、えっと、クックパッド飛べるような、ちょっとした、こうなんかね、リンク機能がつい使い、なんていうか、ね、追加されてるんですよね。<ー>で、これ、ね、で確かに TikTok 解放して、のかな。確か TikTok って言ったら、もうなんかさ、もう料理とかださ、レシピの動画とかいっぱい上がってるんで、うん まあそれのレシピ実際見たいよっていう人がクックパッドで飛べるようになったっていうんですね。デディさんとかね、なんかああいうところとなんかそういう競合みたいになってるけどな、どうなんでしょうね。いやー、でも TikTok でしょう。えー、TikTok やな、や実際な、はあ。もう TikTok は熱いでしょうねそう。っていうコラボの対して、さらに TikTok と BuzzFeed が連携しましたよっていう話も上がっております。 はい、これバズフィードはソーシャルメディアプラットフォーム上で複数の、えー、ライブビデオシリーズを公開して TikTok がショーの広告のシを確保するという1年契約を締結しましたというニュースですね。これはね。本国、どこどこで契約してるのね本国じゃないか本国あログイン始めた。ログイン始めた。ログインしましまょう、はい。これはい、あ,あ、本国か。 の方ですねが日本バズフィードジャパンではないですね。バズフィードの本国の,の方ですけどね、うん、これね。うん、ねつまり、まあ、だからここも連携していると。いいね、さらに、TikTok さんが NPO とも連携しまして、いいね、性の悩み、不登校、親との関係を専門家に直接相談できる悩み相談っていうのをね。えー やったっていうニュースをね、これ持ってきてるんですけど、「ハッシュタグ悩み相談」っていうのをつけて、ねうんうん、やると、まあ、専門家と直接相談できるサービスということでね、若者めめちちゃゃ強いよね若い子たちがちょうどね、なんかその悩みそうなことをこうれ、うん、相談できるっていうサービスなんですけども。TikTok にさ、<laughs> 出てる人たち悩んでるかな でも結,構た結構楽しみにこうやって踊ってるで。<laughs> でもほら TikTok をさ見てる飛行がさんあれなんじゃないの見てるのおっさんやろ <laughs> それなあの皆さんちょっと一応言っときますけど <laughs> TikTok の閲覧者っていうかね利用者統計データっていうのがあって一番 TikTok 利用してるの若者じゃないかってみんな思ってるかもしれませんけど違うんですよね。 40代の、ね、男性が一番利用しているっていうね、統計データがこれ出てるんですよね,これね、話変わるんですけど親との関係を相談できるって、介護ネタになるからね。問題 <laughs> ちゃうでっていうい。不登校っていうかな、まあ、会社行きたくないっていうね、うん、<laughs> そっちかっていうね、<laughs> そ,<んな笑>そういうことなんですよね。 それでもまあ見てる人まあ多いわけですけれどもまあまあまあいますからねこういうコラボがあるわけですねだから TikTok でこういうふうに見てみるとまあまとめるとその料理サイドとも連携してます、うんうん、なんかニュースサイドとも連携してますなんかこう実際リアルなこう機関というんですかね NPO 法人には大事な そうですね。実質の業,業務やってるような会社とも連携してますという。まあ、こんなところでね、TikTok はただのなんか動画の面白い動画、ショートムービー上げるだけっていう思いきや、うんうん、そうじゃなくなってますよというのが、まあ、一応今日のメインの話でございます。いや、だから TikTok にもっと注力した方がいいと思うんですよね。そのやっおじさん見てるんで、なんか若者ネタ出してるっていうか、普通のここが刺さるような気がしてて。うん。車とか。 なんかもう本当に白物家電とかでも全然いいと思うけどね。<laughs> あそうだよね。うん、あとはなんかこうインフルエンサーもどきみたいな人がなんか人生とはこうあるべきみたいなことを結構自分語りしてたりとかさ、お金儲けるためにはどうしたらいいんですかみたいな動画とか、またなんかね、ちょっと YouTube みたいな感じになってきてるよね。ま、ね昔はなんかショートムービーみたいなものが多かったかここでさ、そ YouTube で動画が流行って、で、縦型でちゃんと TikTok が流行ってっていう、その中で、その次、うん またこんなん絶対に10年、20年続くわけないから、じゃあ次何やろな、みたいなっていうのは発信しておく、ね、そうですよね。次のメディアはね、うん、だから逆に言ったらそういう、こうちょっとなんていうのかな、こうお金儲けしましょうとかさ、なんかノウハウ系のやつが出てくると、うんうん、もう若者はもうそういうのじゃないんだよっていうことで、また別のプラットフォームに移動しようとしちゃうんですよね。ねだからね、なんか 2>, の2、3年でパラた、SNS 的なパラレルとかだけど、こメディアサービス、ソーシャルネットワーク的な要素のメディアサービス、次何来るやろな。 ライブ配信なんだろうなと思いつつまあそうよねだからまあ一つのテレビ番組みたいな立て付けにはなってますよね1 7もそうだしショールームとかもそうだし今だとアズビデオとか囲碁ライブとか結構そういうのもいろいろありますけどライブ配信どこまで行くのかまあ別にメタバース的な要素を VR かっていうところになってます 楽しみですけど。だけどまあ、こういった TikTok もいろんなさ、なんかサービスを淘汰しつつさ、まず TikTok 自身も潰れていくっていう。そうね。あらゆるうまくこう、残っていくだろうし、サービスとしては多分なくならないじゃないですか。うん。結局なんかビデオの使い方複数あるからね。いわゆるそのエンタメ的に見る人もいれば、こういうレシピサイトとしての機能で残っていくってこともあるかもしれませんしね。 YouTube もいろいろあるもんね、だ<何>からそういう意味で言うとね。YouTube の競合みたいなところもね、だいぶこう、久々になってきてるし、うん、まあ一興味な感じになってるけど、まあ、TikTok とかもね、今後どうなるかわからんっていうところでいくと、ああ結構負けケわトはね、ろねいろいろと貼っていくにあたって、うん、当然今は TikTok やらなあかんとは思うんだけど。うん そうね対策としてはね。閲覧数も多いから、どうしてもね、たくさん閲覧者がいるところに、当然ながら、ここ行くからね。ということで、今日のニュースは、TikTok の事業連携のお話をいくつかちょっと取り上げますい。じゃあ、と1分ぐらい残ってるんで、何が連携したら一番面白いかっていうのは、ちょっと最後、一言、マクさんお願いします。TikTok 何が連携したらいいか当然ながら、うちの塾の 教育の動画でしょう。<laughs> 教育系、教育系、どうなんだろうね、TikTok って、ね。ああ、やるとしても、もう3分とか2分とかの、よりショートノウハウ系じゃないか。チクッとこれはマーケティングですみたいな。いや、えー、マーケティングでちょっと面白い心理学の話とかやるとか。大悟ううや,やん。いや、なんかそういう使い方じゃないのいううい。じゃあ、マーク、メンタリストマークっていこうで、うこメンタリストマーク。マーケ、マーケターマーク。 そうまあインスタグラもすらも更新してないけどな。本 <laughs> 当あかん、本当あかん。更新できる自信がない。いいいということで今日はこんな感じで、うん。はい、お待たせしましまよろしくお願いします。バイバいたっしゃい。い,いや、なんで、なんで、うん、あの、一分で終わったよかったのに、全部十分まで話し切ろうとすんのよ。なんか。 終わらそうとしたからええ感じで終わらそうとしたのに、まあ、逆に終わらそうとしてるやつに対してあ <laughs> えていこうかなと思って、うん、で振ってであの<う>俺の,塾の事故ってなるやろなって,、うん、って振ってくれてでも振ったけどろくに広がりもせず拾いもせず1分が終わるという <laughs> <laughs> 事故事故これだけ滑っとるやないか事 <laughs> 事故事故まあそういうね、まあ、あれでしょと <laughs> まあでもそうね でもさ,さっきの話、ちょっと話出たけども、うん、TikTok はこうやって料理のやつとかやられてたら、デリーの意味とかマジでないからな。<laughs> そうなんだよね。<laughs> TikTok 見てたらええんやもん。で、料理見てるとき、TikTok の中で別に検索すりゃいいだけの話だからさ。ほんで、クックパッドと連携してしもたら、うだ,ね、だってマジでいらんよな。だからまあ戦略的だよね、アライがいやいや。潰しに取るよ、この完全に。でバズフィードもね、バズフィードの記者がそういうのも上げていくとかもあるとしてたらね、めちゃくちゃ強い。うん やっぱりだからユーザー集めてるっていうのは、あれしてすごいね。ティックトック自体が別に何かがすごいわけじゃないのかもしれないけど、もね、でもユーザー集めてる時点でさ、そういうことにパッと連携したく、うん、しようとしてもさ、うんうん、相手方の企業もいつでも連携してくれるもんね。やっぱユーザーの導入が欲しいからあ。あと気になるのはティックトックが新規事業何やるかですね、バイタダンスが。 なんかそのあたりも気になるなああ、確かに。まあ動画から脱却して、うもう一個次何やろうってことなかな。そうそあ買収はしてると思うやし、水面ができるよね。たぶんもうリリースはされてると思うんやけど。まあ、まだちょっと買収できる企業が少ないからな、うもう事業規模的には。まあ無理やろう。まう、あ、分割されるす、ね。パラダイスがどっか買いに行くってことだろうな,などういう。どういうふうにでかくなっていくんやろうね。 Facebook がかうまくさ、いね、あのインスタント取り込んだりとかさ、うん、やってることによって、Google も買収してるからね。大きくなってるから。これうまくいってないツイ Twitter ぐらいけど、Twitter も結局また買収しまくってるから。うん、だから、逆に言うとバイトダンスはなんか中継のとこでああいうふうにして、ちょっとガーファーに対抗できるような感じの規模になってったら、それと面白いね。うん 対抗はできるやろうけどね、海外に出ていけないっていうのが辛いね、まあ、出ていってるけどさ、うんまあ、結局また当局に荒らされるっていうかわいそうだね